本部ベイルール総院、ラーマクリシュナ総院、ラーマクリシュナ総院は、ビベーカーナンダによって1901年に設立された、ラーマクリシュナの教えを継承する奏の集団組織である。関連組織であるラーマクリシュナミッションと共に、インドの西ベンガル州のベイルール総院に本部を置いている。ラーマクリシュナ総院は、主に宗教の実践とダルマの伝道を掲げている。ラマクリシュナ院は、 男性の僧、サンニャースイート、ブラフマーチャリアンによって構成されている。1886年に、彼らのグルであるラーマクディシュナが死去した後、グルの一番弟子であるビベイカーナンダは、若い弟子たちのグループを、新しい僧の集団として、再組織した。バラーナガル僧院と呼ばれるバラーナガルの最初の、僧院は、ハウラー地区のベイルールに新しく獲得した、小区画に、 1899年1月に移転した。ベールール僧院の名でも知られる、この僧院は、全インドと世界に点在する他の様々なブランチの、僧院及びラーマクリシュナミッションなどのラーマクリシュナ、関連団体すべての僧のための僧本山としても、使用されている。ここで、若手の僧たちは、厳しい訓練を受け、世界に対する奉仕と事故の内なる神への目覚めという二つの、 理想をインスパイアされる。ラーマクリシュナ総員は、1901年に、管理登録された。総員の管理は、総の一員でもある役員らが組織する委員会によって規定された。当院のブランチの総員は別法人であり、手続きに監視明確に定められた周期がある。独立した資金を持つため詳細な帳簿を保管しており、公認会計士による毎年の監査を受けている。現在、 57のブランチのセンターをインドを呼び、海外に持つ。ありがとうございます。